「仏」教聖典仏第一章「史上の仏」第一節偉大な生涯」ヒマラヤ山脈の南の麓を流れる川のほとりに釈迦族の都があったその王出頭棚はそこに城を築き 前世を指揮民衆は喜び従っていた王の姓は剛玉と言った妃マーヤ夫人は同じ社家族の一族で王のいとこにあたっていた結婚の後長不子に恵まれず二十幾年の歳月の後あるよ 薬草が右脇から体内に入る夢を見て解任した王の一族をはじめ国民等しく指折り数えて王子の出征を待ちわびたが臨月近く妃は国の習慣に従って聖火に帰ろうとしその途中で休息した折から春の日はうららかに。 の花は麗しく先に折っていた妃崎は右手を上げその枝を倒ろうとしその刹那に王子を産んだ天地は喜びの声を上げ母と子を祝福した時に4月8日であった出道棚王の喜びは例えようがなく一切の願いが成就した という意味のシッダールタという名を王子に与えたしかし喜びの裏には悲しみもあったワーヤ夫人は間もなくこの世を去りシッダールタ大使は以後夫人の妹によって養育されたその頃アシタという仙人が山で修行をしていたが 城の辺りに漂う喫宗を見て城に来たり太子を見てこのお子が長じて家にいられたら世界を統一する偉大な王となりもしまた出家して道を極めれば世を救う仏になられるであろうと予言した初め王はこの予言を聞いて喜んだが次第に もしや出家されてはという憂いを持つようになった太子は7歳の時から文武の道を学んだ春祭りに父王に従って田園に出かけ農夫の耕す様を見ているうち月の先に掘り出された小虫を小鳥がついばみ去るのを見て「哀れ生き物は互いに殺し合う」。 とつぶやき一人木陰に座って静かに考え込んだ生まれて間もなく母に別れ今また生き物の噛み合う有様を見て太子の心には早くも人生の苦悩が刻まれたそれはちょうど若木につけられた傷のように人ともに成長し太子をますます暗い思いに沈ませた 父王はこの有様を見て大いに憂いかねての千人の予言を思い合わせ太子の心を引き立てようといろいろ企てたついに太子19歳の時一族の娘八だらを迎え妃崎と定めたこの後10年の間太子は春秋雨 それぞれの宮殿にあって、株還元の生活を楽しんだが、その間もしきりに陳視瞑想し、人生を見極めようと苦心した。宮廷の映画も、この健やかな肉体も、人から喜ばれるこの若さも、結局この私にとって何であるというのか。人は病む。 いいつかは老いる、死を免れることはできない若さも健康も生きていることもどんな意味があるというのか人間が生きているということは結局何かを求めていることに他ならないしかしこの求めるということについては誤ったものを求めることと 正しいもののを求めるることの二つがあ誤ったものを求めることというのは自分が老いと病と死とを免れることを得ないものでありながら老いず病まず死なないことを求めることである。正しいものを求めることというのはこの誤りを悟って 老いと病と死とを超えた人間の苦悩のすべてを離れた境地を求めることである今の私はこの誤ったものを求めているものにすぎないこのように心を悩ます日々は続き月日は流れ太子十九歳の年医師ラーフラが生まれた時 大使はついに出家の決心をした太子は御者のチャンダカを伴い白馬タカにまたがって住み慣れた宮殿を出ていったそしてこの俗世界とのつながりを断ち切り出家の身となったこの時悪魔は早くも太子につきまとった 宮殿に帰るがよい時を待つがよいこの世界はすべてお前のものになる」。大使は叱咤した悪魔よされすべて地上のものは私の求めるところではないのだ。大使は悪魔を追い払い髪をそり食べ物をこいつつ南へ下った。 大使ははじめ千人を訪れその苦行の実際を見次に数々の賢人たちを訪ねその修行を見また自らそれを実行したしかしそれらは結局悟りの道ではないと知った太子はマガダ国へ行きガヤーの町の傍らを流れる川のほとりその林の中において さらに激ししい苦行をしたのである「それはまことに激しい苦行であった。釈尊自ら過去どのような修行者も現在のどのような苦行者もまた未来のどのような出家者もこれ以上の苦行をしたものはなくまたこれからもないであろうと後に言われたほど世にもまれな苦行であった。 しかしこの苦行もまた太子の求めるものを与えなかったそこで太子は六年の長きにわたったこの苦行を未練なく投げ捨てた川に黙浴して身の汚れを洗い落とし筋あたという娘の手から父がいを受け健康を回復したこの時それまで太子と一緒に 同じ林の中で苦行をしていた五人の出家者たちは太子が堕落したと考え彼を見捨てて他の地へと去っていった今や天地の間に太子はただ一人となった太子は静かに木の下に座り命を懸けて最後の瞑想に入った「地も枯れよ」。 肉もただれよ、骨も腐れよ、悟りを得るまでは私はこの座を立たないであろう。これがその時の大使の決心であった。その日の大使の心はまことに例えるものがないほどの悪戦苦闘であった。乱れ散る心、騒ぎ立つ思い。 黒い心の影醜い思いの姿全てそれは悪魔の襲来とも言うべきものであった太子は心の隅々までそれらを追求し散々に咲き破ったまことに血は流れ肉は飛び骨は砕けるほどの苦闘であった しかしその戦いも終わり夜明けを迎え明けの明星を仰いだ時太子の心は光り輝き悟りは開け仏となったそれは太子三十五歳の年の十二月八日の朝のことであったこれより太子はブッダ無上覚者、如来釈迦尼。 尊などの子寿の名で知られるようになったシャクソ尊はまず六年にわたる苦行の間共に修行してくれた恩義のある五人の出家者に道を説こうとして彼らの住むところへ赴き彼らを教化した五人とも最初シャクソ尊を避けようとしたが 教えを聞いてから釈尊を信じ最初の弟子となったまた王斜城に入りビンビサーラ王を教化しここを教えを説く根拠地として盛んに教えを広めた人々はちょうど乾いたものが水を求めるように飢えたものが食物を求めるように釈尊のもとにより集まった 黙連の二代弟子をはじめとする2004人の弟子たちは釈尊を仰ぎその弟子となった釈尊の出家を憂えてこれを止めようとしまたその出家によって深い苦しみを味わった父の出動棚王育ての母そして木崎の八匠だらをはじめとする釈迦族の人々も 皆シャクソンに帰して弟子となった。その他非常に多くの人々が彼の信奉者となった。このようにして伝道の旅を続けること四十五年、シャクソンは八十歳を迎えた。王舎城から社営城へ赴く途中、病をえ。 月の後に寝飯に入るであろうと予言されたさらに進んでいったところで鍛冶屋のチュンダの供養した食物にあたって病は悪化し痛みを押して串ながらに入ったシャクソンは場外のシャーラジュの林へ赴きその大木が2本並び立っている間に横たわった シャクソンは年頃に弟子たちを教え、最後の刹那まで教えを説き、世間の大道をしたる仏としての仕事を成し終わり、静かに涅槃に入った。苦しながらの人々はシャクソンが涅槃に入られたのを悲しみ嘆き、阿南の指示に従い、定められた通りシャクソンの意外を仮装した。 この時インドの八つの国々の王は皆シャクソンの遺骨の分配を買うたがしながらの人々はこれを拒否し争いが起こったしかし賢者ドローナの計らいにより遺骨は八大国に分配されたその他意外の亀と火葬の灰を受けた者がありそれぞれの国に安置され この世に仏の十の大刀が建立されるに至った。第二節、最後の教え。シャクソンは串ながらの郊外、シャーラジュの林の中で最後の教えを説かれた。弟子たちよ、お前たちはおのおの自らを灯火とし、自らをよりどころとせよ。 他を頼りとしてはならない。この法を灯火とし、よりどころとせよ。他の教えをよりどころとしてはならない。我が身を見ては、その汚れを思って貪らず、苦しみも楽しみも、共に苦しみのもとであると思ってふけらず、我が心を見ては、 その中に我はないと思い、それらに迷ってはならない。そうすれば、すべての苦しみを断つことができる。私がこの世を去った後も、この世に教えを守るのであれば、これこそ私のまことの弟子である。弟子たちよ、これまでお前たちのために説いた私の教えは、 常に聞き常に考え常に収めて捨ててはならないもし教えの通りに行うのであれば常に幸いに満たされる教えの要は心を収めることにあるだから欲を抑え己に勝つことに努めなければならない身を正し 心を正し言葉をまことあるものにしなければならない。むさぼることをやめ怒りをなくし悪を遠ざけ常に無情を忘れてはならない。もし心が邪悪に惹かれ欲にとらわれようとするならばこれを抑えなければならない。 心に従わず心の主となれ心は人を仏にしまた畜生にもする迷って鬼となり悟って仏となるのも皆この心の仕業であるだからよく心を正しくし道に外れないよう努めるがよい 弟子たちよ、お前たちはこの教えのもとに愛はし、愛敬い、争いを起こしてはならない。水と父とのように和合せよ、水と油のように弾きあってはならない。共に私の教えを守り、共に学び、共に治め、励ましあって 道の楽しみを共にせよつまらないことに心を使い無駄なことに時を費やさず悟りの花を摘み道の好みをとるがよい弟子たちよ私自らこの教えを悟りお前たちのためにこの教えを説いた。 お前たちはこれをよく守り、ことごとにこの教えに従って行わなければならない。だから、この教えの通りに行わない者は、私に会っていながら私に会わず、私と一緒にいながら私から遠く離れている。また、この教えの通りに行う者は、 たとえ私から遠く離れていても、私と一緒にいる。弟子たちよ、私の終わりはすでに近い。別離も遠いことではない。しかし、いたずらに悲しんでいてはならない。世は無常であり、生まれて死なないものはない。 今私の身が朽ちた車のように壊れるのもこの無常の道理を身をもって示すのである。いたずらに悲しむことをやめこの無常の道理に気づき人の世の真実の姿に目を覚まさなければならない。変わるものを変わらせまいとするのは 無理な願いである。煩悩の賊は常にお前たちの隙をうかがって倒そうとしている。もしお前たちの部屋に毒蛇が住んでいるのなら、その毒蛇を追い出さない限り、落ち着いてその部屋で眠ることはできないであろう。煩悩の賊は追わなければならない。 煩悩の蛇は出さなければならないお前たちは慎んでその心を守るがよい弟子たちよ今は私の最後の時であるしかしこの死は肉体の死であるということを忘れてはならない肉体は父母より生まれ 食によって保たれるものであるから闇傷つき壊れることは当たり前である仏の本質は肉体ではない悟りである肉体はここに滅びても悟りは永遠に法と道とに生きている だから私の肉体を見る者が私を見るのではなく、私の教えを知る者こそ私を見る。私なき後は私の解き残した方がお前たちの死である。この法を保ち続けて私に仕えるようにするがよい。弟子たちよ。 私はこの人生の後半四十五年間において、解くべきものはすべて解き終わり、なすべきことはすべてなし終わった。私にはもはや秘密はない。内もなく、外もなく、すべて皆完全に解き明かし終わった。弟子たちよ。 今や私の最後である私は今より涅槃に入るであろう。これが私の最後の教えである。